あそこあの喫茶ルームを作ってるでしょ、うん、あれがね大きいと思うね。そうそうそう、あれ普通ないから僕も思えたんですよ、もしあれそのままほっとくんやったら、うん、ブアさんにいろいろ提案しよう思えたんですよ。ああそうか、でもし人ごらんの時行けるし、うん、ああ、うん、まあ客がそのやってくれたりしないけどね、客がどんだけ来るかで、まあ、そのそうやね、収入はちょっと期待できへんけど。そうやね。あそこね、あの、降りてくるとこなんですよ。あの、熊の鼓動をね。降りてきたところでね。降りてきたらね、まず俺は多分、心理的にね、本部大社行きたいんじゃないかと思うんですよ。僕が思いやったビジネスモデルがね、うんうん、YouTube で、うん、そこの物件とか内容とか全部上げて、うん、まあ、あらかじめその振り込み先を YouTube に書いておくんですよ、うんうんうん、で前金で1000円2000円持って、うん、まあ、あと好きにしてくださいっていう、うんうん、なるほどね、コーヒー豆から全部置いといて、うんうんうん、全部セリフ、うんうん、そうだったら人いらないじゃないですか。ああそうや、ね、好きにしてくださいみたいな感じで、夜もそういうつもりで言ってんやで最初、うんうん、最初食パンとかね冷凍で置いといてね、そう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 、でインスタントのね、それはもう使っていいから、ね、そう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 、ね、そうそうで、そう思ってたけどね、うん、なんかね、難しい。で、YouTube のその、まあ、画面の下に説明欄あるでしょ、うんうんうん、そこへ銀行の振り込み口座書いておくんですよ。だから振り込まれたら確認できる、ね、で、チェックインしてもって、ね、いちいちその現場行かんでも。ただね、法律的にはその、なんちゅうかね、表立ってやるんだったら、10分以内でね、いない。ああ、分かってます。ダメなんですよ。それ無理だなって。その火災とかそういう非常ボタンとか押したときに。そうそう、何かあったときにね。住んでるか、そう。うん、あと200メートルですよ。なんか県内でね。そうそうそう。いないとあかんだから、それは無理やなと思って、ね、うん。それで諦めた。うん。おかみが結構、その、ハードル高いんですよ。うん。僕もその、楽々の申請やったんでね。うん。うんうん、で消防署と、警察署と保健所で、3カ所回って、うん、最後に許可を下ろすのが保険じゃないですか、うん、そこまで持っていくまでに結構大変ですよ、うん、なるほどね、2階にトイレとかね、洗面所ないんですよ。そうなんですよ、僕この間見て、うん、ああないな思って、あそこ作ろうと思ったらね、作れないけどね、それだけやっぱり費用かかるからね。そうだね、あそこ2階のね、屋上結構大きいんですよ。あそこもね、だからトイレと洗面所をね、あそこに作ろうと思ったら作るんじゃないかと思うけどね、お金、その、お金かけられるんであれば、そうね、もういくらでもやり方あるんですよ。ただね、そんなかけられないじゃないですか。そうやな、場所が場所なんで。あれでまだ、シングしないで、シングしないったら分かるけど、ね、まだ分かるけど、ね、人通り多少あるんやったら。そうやね、